今後ね、YouTube でもう撮影は一部終わってるんですけど、ブルーインパルスとかね、自衛隊の車とかね出てくることはあります。戦争とか兵器を容認してるつもりはない。とこ取りしていこうと思ってます。それは誰か傷つくことでもなく、誰がしんどい思いもするわけでもないですからね。いい意味でのとこ取りをして YouTube 発信はしていきたいなと思っています。こんにちは、こんばんは、おはようございます。アウです。今は7時41分朝でございます。おはようございます。今日はですね、 FGA 仲間に誘われましてね、ブルーインパルス飛行機見に行きます。飛行機、自衛隊の後方飛行機なのかな。押さえとくけど、僕は戦争は反対ですからね。それやのになんでってとか言わんといてな。エンターテインメントですよ。ええねん、それはそれで。自衛隊がダメって言ってるんじゃないよ。必要な人ではあるよ。人間は死んでほしくない。昨日77回目の原爆平和記念式典がありました。いつも広島市長のね発表文章は読むんやけど、さすがやね。日本の首相もそうであってほしいなと思いながら朝から読んでましたけど、天気は曇りでございます。ブルーインパルスはちゃんと見えるんだろうか。昨日からもう練習飛行してる。朝ごはんです。鶏にしこの味もって渋滞。今日のイベントね、自衛隊フェスタっていう名前らしい。今で電光掲示板に出た。何も調べてへんし。誘われたから行くのだ。到着です。おー、かわいい、かわいい、かわいいです。ではいつものメンバーで、いつものメンバーでいきます。はい、レッツゴー。4台でコンボイ中です。4台でコンボイ中。めっちゃ晴れてるね。頑張ろう、撮影頑張ります。行こう。
お、雲の中入った。ちゃんと映ってるかわからんけど、とりあえず撮影はしました。映ってへんかったらFJ でカンペ、 FJ でカンペ。ブルーインパルスを見に行くの巻きでした。もう満車で入れなかったのよ、このイベント会場ね。残念ながら見れなかった。遠くから撮影しましたけど、まあ、そういうこともあるさ、そういうこともあるさ。 FJ ドライブダホイ、これにて終わりたいと思います。全然ファインダーから、まあ、液晶画面から見てても飛行機が映ってるか映ってるかよく分からない。この動画に限らずね、苦労してるっすよ。なので、とりあえず他の動画が映像があったりするやろ。なので他の動画見てよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとう。うまく撮っていけなかったらごめん。またね。バイバイ。